おはようさんです。河原町通りを北上中。はじめに簡単な解説をします。京都の裏道第9回はシリーズ最短の動画になります。走るのは六条通り。1から10まである横の通りの中で最も細く最も短い道。河原町から烏丸までは普通の道ですが、烏丸から堀川までは車も通れず、 Google ストリートビューでも全ては見られません。今回は音声付きグルメ紹介を簡単にですが入れていきます。では行きましょう。六条通りを西へ。くじごじさん、今日は定休日。インスタのフォロワーはなんと1万人。9時から酒が飲めますが、おしゃれ系なため、おっさんではなく女子に超人気。名酒館滝本さん、京都でマニアックな酒が欲しいといえば、昔からここ。リカマンや山屋などが幅を利かせた今でも、酒好きに愛される老舗。宅配とデパ地下販売のみの町屋キッチンさん。店舗ではないので地味です。ギリギリ映っていませんが、白いワゴンの隣、ロリマー京都さん。朝から空いている、おしゃれな魚系和食店。おしゃれなりのお値段だが、かなりの人気。右へ50メートルぐらい、お食事処松本さん。ボリュームがあり、お手頃価格で人気。仕出し屋の食事処、魚政さん。創業150年。今日は定休日。夜は飲みと飯屋、昼はランチが評判。上村上さん、ワゴンで無人販売の100円メモ帳でおなじみ、ツイッターアカウント名も100円メモ。突き当たりが烏丸通り、すぐ左が東本願寺。ベラベラ喋っていますが、ここからが裏道。この人は信号無視おじさん。杉玉が目印の隠れ家和食店、地層洋画さん。お値段は1万円超え。安政の大獄の年に創業して160年、仕出し屋泉屋さん。お寿司を買ったので、次回の動画でレビュー予定。先に言っておくと美味しかったです。
角は鶴屋小奈々さん。カフェの皮をかぶった定食屋と聞いています。平日の日替わりが良いとか。向かいへ移転して大きく綺麗になった小福亭さん。昔ながらの麺、どん屋で安くも高くもない。それでも人気。Google マップ口コミ数が街の定食屋としては圧巻の434件。白山湯六条店さん、土日は朝7時からやってる素敵銭湯。1月にバーチャル YouTuber、ポンポコチャンネルさんが高辻店を紹介されていましたが、六条店もサウナ行きたい .com、京都ランキングでトップ10に入るお店、ちなみに高辻店は1位です。あれ、豆腐屋、清水商店さんはお休みかな。1853年からの歴史がある、封筒さん。撮影予定リストに入れてあるお店。栗の不満じゅうと、あわかやくってのが食べたいんです。創業大正2年、和菓子屋梅月さん、買おうと思っていたのにお休みかな。西の東院通り。寿司、割烹吉野さん、雰囲気の割にはお高くないらしい。ランチがお得だと以前聞いたことがあるが、現在は不明。寿司屋で麺丼類も出す朝日亭さん、寿司は半人前もあり便利。グルメ案内はここまで、あと少しお付き合いください。最終地点、堀川通りが見えてきました。自転車通ります。南へ向くと西本願寺。ご視聴ありがとうございました。